日かと恐れていた、いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら、己つなぐ鎖断ち切り、心縛る闇を切り裂く光の戦士ダグラ。目指せ遥かな地平、さらば優しき日々を、去る気配はまるでないようだぜ。まあヘリコがいないだけでもマシってもんか。おそらくヘリ隊はどっか近くの発着可能な場所で待機してるんだろう。ん？どうだった、下流の橋は。ダメでした。ダメ？爆破されていて渡れません。くそ、どうします。アンディ鉱山に行くにはこの橋を渡るしかなくなりました。たちはこっちへ向かっているらしいとの未確認情報が入った。もし向かいの山に入っているとすると、奴らの通る道はこの橋か、もしくは上流10キロのところにある橋だ。そこで作戦だが、上流の橋は捨てる。奴らにはダグラムがある。こっちとしてはこれだけしかない部隊を今2つに分散することはできん。支援隊が来るまで上流の橋はそれなりに手を打つが、本命はあくまでもここに置く。奴らが現れたら絶対にこのルートは阻止する。いいな。はい、はい、わかりました。強行突破隊、強行突破しかなか。考えたっちゃ向こう側に渡るにそれしかなかろうが。無責任なことを言わないでください。何が無責任か。ダグランバ先頭に立てて突っ切れ渡れんじゃなかね。簡単に言いますけどね、渡りきらないうちに橋を爆破でもされたらどうするんです。みんなそこまで考えてるんですよ。爆破なんてするわけなか。ヤツらにしても橋は重要だろうが。わかりませんよ、ダグランバを目の前にしたら敵だって。おやんこす言うとったら。強行突破だけは避けたい。それをやれば我が方にも犠牲者が多数出ることは目に見えている。そればかりではない、私は手に入れた武器、弾薬、食料、そのどれ一つも失いたくない。それらは全て今後我々にとっては欠かせないものばかりだ。それじゃ身動きできんやなかね。ある程度の犠牲はやむをえん。その犠牲者が君でもかね。人間だけなら無理して川を渡るという手もあるんですがね。遠回りになってもいいのなら上流にもう一つ車も渡れる橋があったと思います。え、それはどこかに。ああ、10キロほど上流です。山の向こう側でこの橋を渡った道と合流しているはずです。ダメダメ、同じことだ。そっちへ行ったって敵は当選もしとるわい。だと思って黙っていました。よし、石膏を出して確認しよう。その結果を待って最終的に決断することにする。ハックル君、ジョルジュ君、早速2人で確認してきてはくれまいかね。はい。俺は怪我がまだ治っ。頑張ってよジョルジュ、あたいたちの運命がかかってんだから。いや、見たりそこまで言われちゃな。よし、行ってきたるわい、任しときにしゃい。ジョルジュさん、せがらしかねえ気の利かん男たいね。じゃあね。おい、行くぞ。おら、
気をつけてね。はいはい。ハックルさんも頑張ってね。僕手が汚れてますから。やだかわいい。ナンバーショットハックル。林君。はいはい。ああ大丈夫かなあの二人。当てになりゃしないよ。俺とチコで行ってきますよ。うん。いや、これでいい。は？あの二人は性格や考え方がまるで違う。一つの見方でまとまるより、それぞれが違った見方をしてくれた方が状況を判断するいい材料になる。なるほど、そうかもしれねえな。だけど。大丈夫だなっす。ああ。よか感触だったリタの手柔らかくてよ。おいおじん聞いたろうがリタのやつ俺に気をつけてね。だってよ別にあなたにだけ言ったわけじゃないでしょ。お前もしかしてやいとっとかリタが俺とできとるけん。まさかすてだからさっきも俺の言うことにいちいちケチばつけたとよ。違いますよ、僕は理性的に物を言ったまでです。無理しとる無理しとる。してませんよ。うん、おおあっ無理しとる。ちょっとあんた、コーヒー飲む？ああありがとう。変に気を回さないでね。別に意味はないんだから。あんたあんまりおしゃべりしないのね。おしゃべり？あんた地球じゃ相当なとこの坊ちゃんなんだって？そんなことないさ。嘘ついてもダメ。聞いたわよロッキーにみんな。少しもらっていいかな。あデイジって子かわいいじゃない。この手の話苦手みたいね。順序なんだから。誰にだって人に知られたくないことってあるよね。でも誰かに聞いてもらいたい時もあるんだわさ。おかわりいる？旗揚げ公演はまず成功です。話し合い路線を取る行政官といえども、たった今外出禁止令を出しました。ええ、治安維持できないとなると行政官は間違いなく苦境に立たされますよ。あなたの思い通りですね、ダコックさん。余計なことは言うな。すいません。ちょうど時間です。祝報をお届けしますので、そのまま聞いてください。どうした？何があったんだ？聞こえましたか？第二弾です。あまり派手にやるな。そのくらいにしてしばらく様子を見るんだ。どうせ俺は裏切り者だ。金さえくれれば何だってやってやる。ああ私だ。そうだ、今から24時間だ。外出禁止令が出たと全市民に伝えろ。不審な奴は兵を増強して徹底的にチェックするんだ。武器を手に入れ、ゲリラは勢いづいています。この分でいくとパルミラの中枢であるこの行政庁も彼らの攻撃目標になりかねません。新たにやられたビルの被害状況は？幸い数人の怪我人で済みました。しかし狙われたのが共に地球資本の会社ですから、これから風当たりは強くなりますね。何？兵を増強してくれ？市内は今それどころじゃないんだ。
ダグラムがそっちへ向かっているのは確かな情報なのか。確認できてない。そんなところへ貴重な兵やソルティックを回せるか。一小隊だろうと一分隊だろうと今いる兵力で万全を尽くせ。今度はどっちからだ。ブリーズ川に送っている警備隊からだ。上流の橋までは完全に守りきれないからソルティックを増強してくれと言ってきた。兵隊なんか一人もおらんやなかね。そんなことは絶対にありませんよ。だったらよく見てみろ。考えても見てください。あっちの橋には一個小隊がいたんですよ。だからなんね。彼らだってこの橋の存在を知っているはずです。だとしたらこっちを空っぽにするなんて考えられますか。敵のおらんことがそぎゃ不満か。そんなこと言ってないでしょ。そうですよ、あそこを固めといたのはこっちを通させるおとりかもしれませんよ。おとり隠れてるんですよ、橋の向こう側の森の中に。ひょっとしたら巫女中隊ぐらいいるかもしれませんよ。だったら気が済むように俺が見てきてやるよ。ジョリジュさん、やめてください。どうしてあの人は単純なんだろう。たくぐじゅ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 脳がきぼっかこけやがって、あの理屈バカが。お爆破装置。ああ、ダグラムが乗ったら壊れるんじゃなかか、この橋。ジョリルさん、戻ってください。心底臆病もんたい、あの男は。早く戻ってください。危険です、早く。バロー、連邦軍が怖くてゲリラの下は止まらんばい。ミサイルでも大砲でも持ってきんさや。ちょっと待て、お前たち、どっちの言ってることが本当なんだ。だから橋の向こうにかなりの兵隊が隠れとるって言うとるやなかね。どうなんだハックル。え、確かに敵は隠れています。でも銃声からして5、6人のような気もしたんです。たまたま撃ってきたのがそのくらいだっただけだい。撃たずに捕まえることだってできたはずでしょ。今思えば出てこなかったのは人数を知られたくなかったのかも。見たわけじゃなかろうが一人の兵隊の姿だって。とにかくこういうことだな。敵はどのくらいの規模かは分からんが確かにいる。そして橋には爆破装置が仕掛けてある。はい、ジョーク君、ここよりは上流の橋の方が渡れる可能性があるようだ。ひとまず移動して敵の陣営を確認しろ。はい、よし移動するぞ。大丈夫か。行くぞ。やばかった。こっからの問題だな。あっちと遠すぎるばい。流れが速すぎる。たどり着けんばい。いや、一気に泳ぎ切ってみせる。無理じゃねえのか。それ。やった、その調子だ。エロリンピックもんだなし。やった。ロッキー、手を離すなよ。あぶねえ、あぶねえ。これ以上無理はできねえ、諦めようぜ。きしょう、どげんしてもあの橋渡るしかなかとね。ちょっかあぶねえかな。修理しだしたらキリがありません。まったくダグラムを酷使しすぎですよ。チコたち、うまくいってるかな。またあの橋を渡るんですから、今度敵に見つかればそれまでですよ。無事に渡ってくれればいいが。
爆破装置に気をつけろよ。ドカーンなんてことはなかろうね。さあ急げ。おどどど。不気味ですね。うん、割り方スリルがあったじゃん。あれだけかよ。バカにしやがってぶっ潰してやる。慌てるな。少し様子を見るんだ。他にもまだいるかもしれん。やるなら全員いっぺんにやるんだ。ロッキーの言う通りだ。点火スイッチを押されたら全てパーだ。引っ込めったらの話。おい動くな。しまった。この野郎当たった。いいぜ。残りはあいつらだけだ。一発で黙らしてくれ。任しとけ。更新が途絶えました。さあ、なんてことだ。ヘリ隊、聞こえるか。大至急輸送ヘリをよこせ。リュウィは上流の橋に先行させろ。こら、そこら。何をぐずぐずしている。敵さんが来る前に渡り切るぞ。出発。この橋、トレーラーの幅ギリギリですよ。ビビってたら本当に落ちるよ。邪魔させておけ。固まると狙い撃ちされるぞ。まずいことになったな。取り付け完了しました。チコさん、急いでください。おい、ヘリの音聞こえやしねえか。いいよ。ビリー、そっちの様子はどうだ。今のところ異常なし。来たなせ。どこに？クリーン、急げよ。分かってる。クリーン、準備 OK だ。よし。上がれよ。いいぞ。来た。ロッキー、ネジの方向に敵、距離2000。来たか。ビリー。どこ？見えないよ。どこだ。くそ、狙いもしねえで撃ち上がってよ。こっちから動きます。来たっすよ。どこよ。右の崖だなし。3、2、1、0。ハズレだなっせ。
し、あった3、2、来い1、0あのくらいうまくなるべっせ。もうちょいだ、クリー、後ろだ。とってますます険しくなっていくことだろう。え、だがそれは避けて通れぬ道なのだ。おい、おどかしやがって。地球連邦内の首都権争いが生んだ真空の三角地帯、アンディ鉱山。そこが果たしてデロイア軍独立誕生の地となるのか。あの山並みを越えればと思う弟と、越えさせてはならんと決意する兄とが、立場をかけ、主義をかけ、命をかけて再会する。次回、アンディ鉱山封鎖。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて、二つ数えて夢砕け、恋しさかけらのフラッシュバック、幼い夏の日、スローモーション。